亀田ラジオ放送所 NHK 亀田ラジオ放送所は、北海道函館市にある NHK 函館放送局の AM ラジオ放送の送信施設。なお、ここでは、函館市潮見町にあった旧送信所についても参考として記述する。1961年11月18日に、函館市潮見町より移転し、運用を開始した。 遠隔操作による完全無人式で予備送信機は第1放送、第2放送自動切り替え、使用になっている。同日、第2放送の出力を 1kW に増力した。都道総合振興局と日山振興局の広範囲に電波を発射している。2014年、新たに中継設備などを備える亀田報道拠点が建設された。 同年5月以降から本格的に運用予定である。現在の函館放送局の建物の場所が海岸から1トルほどしか離れていない上海抜が4メートルほどしかなく大津波が局舎周辺を襲った場合、最大2メートルほどの浸水等の被害が出る恐れがあり、局舎や周辺の送電線設備などにダメージが出て最悪の場合全く放送ができない状態になる。 懸念があったため、海岸からある程度距離があり、海抜27メートルほどの高さがある。この地に非常時の放送拠点が建設されることになった。施設には簡易の中継設備のほか、衛星中継車を1台格納できるスペースがあり、非常時には中継車の拠点としても運用されることになる。1937年のラジオ年間によると、 当時の周波数は 680kc、出力500ワットである。1959年1月30日に第一、放送の出力を500ワットから 1kW に増力した。NHK 函館放送局開局50周年、記念し、P191 平成26年度 NHK、放送局の力、NHK の放送技術2014から、より、 良い番組を制作、創出する地域放送局の技術力、番組表ウォッチ。番組詳細、つながる北、カフェ2014年4月22日分、ハット NHK 函館放送局開局50周年、記念誌、P189。ありがとうございます。